ああ、一目刺しで刺して、あ、見えてないね全然。こんにちは。ちょ、一目刺しで刺してます。多分鱗にしようかな、一番早くできそうな。これを完成させたら次アツシさんのやつ取り掛かんないとマジでやばい。追い込まれないとやらない私、ダメだねこれね。これ全部玉結びしようと思ってます、こっちでね。これは沙織さんの布巾で、あ、さらし、色ざらしです。一目刺しも運針の針の刺し方で運針してます。運針は針はこんな中指に指抜きを持ってここで押す感じで、で私は5ミリじゃなくて1センチを5ミリで刺してます。半、大体半分のところでね。なんだこれ、最後だけこんな合わない、ここだけ入れたい。私この銀のペンは消えるのでしょうか。かなり日が経っているので消えないんじゃなかろうかと、なんか若干怖いんですよね。裏から自分のアマリートでやってます。
目が決められてるからね、やっぱ難しいんだよね。人目指しの運針ってね。から誘っかな。こんにちは。サクサク刺されて憧れます。いや、あんまりうまくはないですよ私。誰でもできます。緑が入ったら微妙に暗い感じになった。いやー、明日札幌行くんですよね。だからやる暇ないんですよ。土日でちょっと札幌行くので、楽しみだけどね。ただ車の中でもやんないとダメだな。宿題に追われてる小学生みたいな感じ。でもなんか締め切りっていうのがあれないとやっぱ人ってだらけるね。やっぱ締め切りがあるからもう頑張るしかないみたいなね。いやだから、いや変な話、命があるって、ね、やっぱ有限だからね。生きてるうちに全部やりたいからね。締め切りがあるって、命の締め切りがあるっていいことだなと。本気になれるもんね。
こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。みーさん、なんか久々かも。ひたすらチクチクよ。ひたすらチクチクはさ、私好きなんだけどね。やっぱ好きだわこの変な作業このね、わけわかんないチクチク作業好きだわ。無限チクチクやってられるね。久しぶりチクチクやん。そうやんそうやんね、みんなでチクチクタイムや。もう私これ持ってなかったら寝てんだよねきっと昨日夜更かししすぎ、どう考えても3時に寝たかな。3時寝なんだよでもハリコさんもいたんだよななんかすごいな、ショートスリーパーの人ってすごいよな。私絶対無理。どっかで寝るし、寝すぎっちゅうぐらい寝るね。でもね、本当は寝る時間を削ってでもやんなきゃいけないことはあるんだけど、久々に頑張ってみたんだけどね。その人その人にあったらやっぱ時間ってあるよね。ね、睡眠時間私はね、もう8時間寝ないとかめまいしてくるんだと思う見たかったか。でも本当にずっと無言でチクチク、昨日は違うのチクチクしてたけど、無言でずっとぼーっとチクチクしてたから何も楽しく、いや今もそんな感じだけど、こんな感じなんか全然楽しくなかったと思うよただのチクチクタイム。あ、また抜いちゃった。いや変な癖あんな。いや私もうちょっとでね誕生日なんだよ。なんかいいことないかな誕生日なのにいいことないな。ショートスリーパーってどうやったらなれるんだろうね。4時間とかさ、3時間で大丈夫みたいな人いっぱいいるじゃん。どうなってんだろうね。私、お、和子さん久々。いや、そのな、その勝負、それもうなんで、でもいや私寝ちゃうな、寝ちゃうな。あ、やばもういいか、寝たい眠たい。コーヒー飲みながらやってるけど、ちょっとこのぼーっとする感じがまたね、刺し子に合ってんだよねぼーみたいな。いやなんか私もこれ消えないかもしんない、消えないかもしんないから念のため裏にくぐらせようかな。こっちが裏ってことね。お久しぶり。朝のお弁当作ったら10分でも布団にもかわいい。好きなことは眠くないぞ。あー、まあ確かにそうなのかもね。でも刺し子は寝ちゃうな。なんかやっぱりね、癒しの効果がね多分出てると思うよ。
こうやって運針しながら寝そうになるもん。本とか読んでても寝そうになるし、本もなんかすっごい眠くなるよね。アドレナリン出てる時はね、さすがにあれだけど、昨日は相当寝れんかったけど、寝ないでも平気な体になりたい。すん、私は朝早いから割と、ああだいたい4時間ぐらいかね。こんにちは。4時間か。4時間って早っ。なんでそんな起きてられんの。どう、癖？なんか癖だって聞いたんだよね。癖って、癖だよって。3時半に起きるから。3時半に起きんの、もう夜中じゃん。3時半って、私昨日3時半に寝たよ。3時半ぐらい寝たよ。それはありかも。消せ。くせね。綺麗な色だね。さらしい、もう糸も、うん、そう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 、これ糸は自分の糸なんだけど、このあれは沙織さんのさらしです。そうそう、私寝不足とか疲れると本当に記憶が飛ぶ、物忘れすごい。何なんだろうね、もう私は仕事したくないですみたいな脳が勝手に判断するのかな。もうめちゃくちゃ記憶力落ちる、物忘れひどいだね。でも癖ならね、寝ない癖つけたいよね。もちろんちゃんと体調万全なショートスリーパーね、いっぱいいるからね、そんなの。お昼寝って癖だよね。だからさ、私さ、外でさ、図書館とかで差し越しようかなと思うもん。家にいるとやっぱね、だらける。なんか勉強家でできない人みたいな。その運針が好きです、ありがとう。早っ、私は3時半に寝る。嘘。あとで体につけるまとめて寝るタイプ。いや私もそうかもしれない。なんかもうねー、なー早って、3時半に寝て何時に起きんの。3時間だから 7時とかに起きるってことね。何やってんの、その間チクチクしてたりするの。そりゃそりゃいっぱいできるよね。いやそんな体になりたいわ。3時半に寝て6って、え2時間半しか寝てないじゃん。
まに寝れない時あるけども、超悩んでる時とか、もうめっちゃ楽しくて興奮してる時か、とりあえずアドレナリン出てる時以外はもう、ね、即寝するね。ベッドで本読んだりとか、いやね、確かにそういう時間必要だよね。私も本はもう、でもね、本当に読まなくなった、読まなくなったよ本もね。読まなくなったって言ったらなんかすごいあれだけど、トイレの時間が長いからトイレで読むとか、病院行った時に持ち歩くとか、そんぐらい。病院も行かなくなったけどね、私の成長は病院に行かなくなったことかな、ここ1年の成長は。うん、全く病院に行かなくなった。昨日久々行ったもん、あ、この病院の雰囲気やだと思いながら。そうだそうだ、ここ1年私の成長したとこはそこかな。病院以外に興味のあることできたからね。お弁当作って1時間ぐらい寝るから帳尻合うの二度寝するのね。でもすごいな、マジね。このグストがあるとね、最高。もうおかわり自由の、なんか、いや、ほんと村にさ、スタバできないかなってマジで思うの。カフェがないの。いや、あるんだけどさ、レストランなんだよ。カフェだけでも黙々と仕事したい時とか、パソコンしたいとか、家じゃできね、やっぱり集中できないから、外でコーヒー飲みながらなんかして、図書館なんて飲んじゃダメだし。なんかそんなとこ、何村にあったらいいんだけど、そんなの村に作ったってなーみたいなね。そこです、そこ。そんなとこが村にあれば行くのにな。わざわざ隣の島で行ってね、スタバまで行くっていう、ちょっとガソリン代めちゃめちゃもったいないんだよそこまでしてな。グスというのはね、カフェオレ飲んでます。もうずっとカフェオレかも。で、娘はチョコチーノを飲んで、で、パパがブラック飲んでるかな。なんかラテ、ん？ソイラテとか、なんかなかったかな。なんか違う、なんか紅茶的なのもあったよね。あ、抹茶飲んでるんだ。抹茶美味しい？ いやでもそういう類のを飲んだことがないから、なんかね、まだのんちゃんの喜ぶ、なんか そんなこと言わないでよなんか久美子さんの彼氏みたいじゃん宇治抹茶？宇治抹茶か。え、美味しいの？いや、買ってみようかなと思うね。美味しそうだよねとかって旦那と言ってて、いや、どうなんだろうと思って。でもなんかね、ちょっとカフェなのに抹茶ってどういう味ね、わかんないから買うのをちょっとためらってたんだけど、美味しいんだ。本格的な苦味だよ。へえ、お茶感があるんだ、ちゃんと。なんか抹茶も違う、なんか新しいの出たよね、普通の。それが宇治抹茶。
そう、まず実家に買ってあげたときに、実家の、こんにちは。そうやさ、めちゃくちゃ久々な気がする。抹茶オレもあるのか。オレの方が美味しそう。なんかちょっとマイルドな感じで。あ、豆タンクさんもお久しぶり。ねえ、サーヤさんめっちゃ久々、お元気でしたか？私、サーヤさんに謝らなきゃいけないことあるな。手袋の、網全然持ってってないよね。マジでごめん。1年越しに送る。ほんとダメ人間でごめんなさい。あ、お疲れ様です。中さん、昨日、お疲れ様です。ありがとうございます。ごめんね、サーヤさん。1年越しに持っていくのよ。いつでもウェルカム。ありがとう。優しいわ。私のだらしなさをね、いつでもいいよなんて言ってくれて、ほんと。ダメだね、先延ばしにしちゃね。村に毛糸屋さんがないっていう、当たり前なんだけど、ないんだよね。当たり前にないんだよね。当たり前にないの。すごい。シーズンに合うようにまた編むわよ、だって。編み物もすごいし、みんな手仕事はすごいよね。多趣味の人だよね、みんな。みんな多趣味だよね。ね、一通りの手仕事やってるよね。目が覚めた。いや、どうなんだろう。なんか人目差しはやっぱり運針でも難しいっちゃ難しいっていうか、やっぱ決められた自分の針目じゃないので、もう5ミリって決まってるじゃないですか。まあ、早くはなったと思うけど、難しいですよね。結局なんか遅いみたいな。まず一目指しするのがめちゃくちゃ久々なんですよね。 サボってたね。ちっちゃいね。なんかくるみボタンとかハンカチとか、なんかコースターとか、そのぐらいのサイズは結構やってたけど、このサイズってめちゃくちゃ久々なんだけど、多分。何分割とかの寄せ模様とかならやってたけど、丸々一個同じ柄久々です。この線じゃないな。 この線じゃない。
最近ね、編み物もね、やっぱり冬になるとしたくなるっていうもんね。また夏になったら刺し子になるんじゃないですか。こんにちは、みーまるさん、お疲れ様です。私何時に始めたっけ。どうかな。あ、そういうことでもないの。冬になると編み物編みたくなるってうちの母は言うけど、でも冬に編むんだから意味はないとか言ってたけど冬には間に合わない。春秋ぐらいから編んどかないと、だったらでも冬になると編みたくなるんだよねとかつってたけど、そうでもないみたいな。期限決めてやらなきゃやりたいこと後回しだからね。一年中刺し子編み物クロスティッチの三つどもえだわすごいね、すごいよ本当。どこにそんな集中力があるのかだね。刺し子してるだけでいっぱいいっぱいだよ。ね、一日密着取材してみたいよね。クニコの一日。いや家事おろそかつだってすっごい美味しいご飯作ってんじゃん。私食べに行くもん、食べに行くもんとか言って、お母さん、邦子お母さん、お腹すいた、うちになんか送ってこのままどこでもドア、料理送ってっていうか私が邦子さん家に行けばいいだけか、どこでもドアがあれば。家事の要所要所でねやってんだろうね、すごいね。そんな人が私の近くにいるなんてめちゃくちゃ嬉しいです。私もいいところを吸収させていただきますね。学ばないと。のクオケース、クールビンで届くの。いいな、何届くのかな、クールビンで。嬉しい。クールビンだったらさ、今日はこれって回答して食べるってことでしょ。最高じゃん。あ、やべ、もう2分前になった。2分前になったよ。おっこいしょ。ちょっと縦ラインが終わったから一段落するかな。裏、後ろ消えなかったら。